月27日にゲーマーズ沼津店さんオープニングセレモニーにアクア9人で参加してきました。前回の2年生ニコ生でその時の模様の一部をご覧いただきましたが、今回はその続きの映像をご覧いただきたいと思います。見たいよ。この前の映像に私の、ね、部分カットされてふざけすぎてカットされてました。あんまりね、あんまりお茶目なとこ出しちゃうとね、お茶目だからな。じゃあみんな、それでは VTR 振り行こう。はい、いくよ、みんなサンシャイン押してね。大丈夫、みんなサンシャインカタカタカタって押してね。いくよ、押してね。それでは VTR 1、2のサンシャイン。お、見れるぞ。あ、こーかわいい。あ、懐かしいの。あ、待ってた時だね。ねー、そうだ、みんな全然緊張してない。え、私めっちゃ緊張してた。ドキドキしてた。ふざけてますけど。そうね、白いカーディガン着るとちょっと JK 感が増してから。そう、JK。フラピとかしちゃった。すごい。ね、よそろー、いいね、あ、いいじゃん、まるちゃん、はい、来るよ、イエーイ、イエーイ、押し売りがね、すごい、押し売りがね、たくさんの方が来てくださってね、ねえ、すごいありがたいです、びっくりしたね、登場したのに、ありがとうございます。お、あんちゃん、あんちゃん、こんにちは。なんだ、なんだった今。みんなにすごいノリもよくてさ、ゲーマーズ沼津店さんとともに、この沼津という地を、たくさん広げていきたいなと思っていますので、あとはともども応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、桜地子役のアイドリカコです。今日はゲーマーズ様オープンということで、ね、大変思い出すだけでもすごい感動が込み上げてくる。すごいキングがされてセレブ感っていうツイートを見て、あの、ちょっとヌーマーズというか、
宣言しておきました。高月美加奈子です。よろしくお願いします。何言ってんだ。来
来てくださって、ね、すごい近くでこんな近くでね、うん、ね、生きるなんてもう本当、うん、お会いできてね嬉しかったね、本当にね、嬉しい一日を過ごした ね、ね、本当に、ね、そろそろルビーさんは頑張るビー禁止だね、え、でも私もちょっと、うん、ちょっと言い過ぎたなって言っちゃった、1日3回かな、あ、3回だったらいい、1日3回、じゃあ3回ね、あ、終わった、終わった、終わった、はい、終わった、はい、終わった、そんなゲーマーズ沼津店さんの看板娘をアクアのメンバーの中からみんなで決める看板娘総選挙が開催中です、うん、全国のあ、ヌーマーズって言いそうですね全国のゲーマーズの各店舗、電撃ジーズマガジン公式ホームページ内ラブライブサンシャイン特設ページで投票することができるので皆さんぜひ投票に参加してくださいね。さて、ちょっとここでね、はい、はい、嬉しいお知らせだよ。何何嬉しい、嬉しいお知らせ、何何何何、あのヌーマーズリトルデーモン店での、うん、あの VTR、うんうんうん、あのお披露目イベントの様子を収めた VTR が、お、あの準備できました。おやっと来たか、やっと見せる気になった、やっと見せる気になったの、あの心の準備ができたんで、ちょっと恥ずかしかったの、ちょっと恥ずかしかった、ちょっとね恥ずかしかった、ちょっとはい、はい、あ、こっち見ないで助けを求めないで、わ、うん、かった、はい、じゃあ早速見ていただきましょう、はい、どうぞ、どうぞ、おおお、あ、かわいい、そう、かわいいの羽どうでしょうか、むしった羽、むしってない、すごいね、いっぱい人来てたね、むしってないよめっちゃ緊張してる、これ何のセレモニーの前、
勝手に跳ねさせたんだ。ピンシャかわいい。頑丈につけとこう。あと むしられるかなと思ってちょっと何回かテープめっちゃつけといた。いやつけといたの。ちっちゃって。あ、渡したい。わあ、これさ、何を渡してるの？ポストカード。いいな、私も欲しいこれ。私も欲しい。あげようか。あげようか。あげ欲しい。欲しい。どうしようかな。じゃあお渡し会参加する？私の。それは。参加。何人ぐらいいらっしゃったの？待って、100人ぐらい。へえ。いらっしゃいませ。リトルネモンデへようこそ。かわいい。これは通っちゃうね。かわいいね。通っちゃうね。ヌーマーズさんね。いやいいな、すごい楽しそうだった。ねえ、うん。ねえ、ありがたい。本当にありがとうございました。かわいいの。ねえ。すごいかわいいの。看板がさ、あれさ、ずっとついてるの？うん、そうじゃないの？怖いこと言わないで。怖いこと言わないで。あの一日限りとか嫌だよ。また変なこと言っちゃった。違うと思う。はい、違うよ。